ジャンクで買ったんだよね。パネライだと思うんだが、いや本物じゃないよね。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ジャンクで買ったんだよね。パネライだと思うんだが、本物じゃないよね。全くのもって何の記載もない、なかったんだ。まあ針が取れてるね。パワーリザーブの針が取れてる。開いた。コピーだろうけどね。コピーでしょうね。狙いの自動巻き。ツインブリッジであったりとか、ほら、ちょっとじゃあ詳しく見てみよう。なんかツインブリッジなんだよね、これ。この辺の作りはなんか雑っぽいんだけどね。まあまあ何はともあれ、外していこう。とりあえずはパワーリザーブの針が取れちゃってるから、そしておそらくおしどりはここだね。はい、正解。そしたらこれで降りてくる。降りてきた。文字盤はきれい。針もゲット。動いてるな。なんか動いてる。針は大丈夫そう。大丈夫そうだ。このままね、このまま洗ってきちゃいましょう。この皮もなんかすごいよ。この味があってすごいいいんだけど。何これ、このベルトの感じも。なんか変えようと思ったけど、なんかこれは変えなくても良さそう。パワーリザーブをつけていこう。これ機能するのかな。今ゼロだから
けたよ。マジ機能すんのこれ。するかが不安だわ。まあいいか。果たしてこのパワーリザーブが機能するのか。あ、動く。ほら。動かないと思ったら動くんだ。ラッキー。ではね、ちょっと組んでいきましょう。この汚い具合がいいね。このムーブは何なんだろうな。まあ、レンズの傷はいっぱいあるけどね。パワーリザーブいいな。どこまで行くの？パワーリザーブ。満タン。よし、ちょっとじゃあね、ここよ、時間をね、時間が合うか一晩置いて見てみましょう。1日稼働させてみました。止まる気配もないし、大丈夫そうだな。すごくいいんだが。でね、パワーリザーブをしっかり動いてます。まあゼロから本当に動かない状態をゼロにして、まあつけたので、今だいたい 40% ぐらい残ってるっていう表示なのかな、これで。多分おそらくそうなんでしょう。じゃあこのまま一旦ね、あのタイムグラファーに載せてね、ちょっと様子を見てみましょう。ではね、でかい、ギリギリじゃん。9 16 1、ずれてる。調整する。調整をいたしましょう。どっちだろう。いいんじゃね、肩振りは。調整してね、調整しました。まあ大丈夫でしょう。これもコピーなんだね。まあコピーだろうな。コピーであの値段ではないだろうから。裏はねこういう感じ。これツインブリッジ、ムーブメントテンプがツインブリッジでしょ。意外といいんじゃねえかと思うんだけどな。どうなんだろう。多分コピーなんだろうね。コピーとも一切歌ってなかったし。でも中はね、多分意外としっかり作られてるな。スペーサーもプラスチックスペーサーではなかったし、レンズがちょっとね削らなきゃいけない。まあこのままね使っていこうかなと思ってます。
今日はね、まあたまたま変えた、多分コピーでしょうね、多分おそらくコピーでしょう、パネライのコピーなんだろうね。でツインブリッジなんですよ、添付がツインブリッジだったりして、でまあたまたま本当にいろんなものをこうバン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 入札していくんですけど、安いものをね JNA のバンってこう入札していくんですけど、たまたま変えたんですよね、たまたま変えたんですよ。でまあちょっと傷だらけですけど、でこのパワーリザーブの針が取れてたりっていうのがしましたっていうのを直して、でまあ調整もして、まあ多分おそらく大丈夫かなと思ってるんですけどね。でこれパワーリザーブがついてるんですよ。で動かないかなと思ったらパワーリザーブもきっちり機能してます。あ、機能するんだと思って、ね、だからね朝見たら 40% になってました。でまあ本当に動かない状態をゼロにしてつけたので、で今度ねこのパワーリザーブ機能を使ってね5分間こうやって巻いたら、ゼロの状態からね、ゼロの状態からこうやって腕を5分巻いたらどれぐらい巻けるのかとかっていうね、ちょっとそういうのをやってみたいと思います。まあこの時計に関してですけどね、実際どれぐらいこうやって腕をね振ってたらどれぐらい溜まるのかって実際測ったことなかったもんですから、今度ねこの時計、せっかくこのパワーリザーブ機能があるんでね、そういったこともちょっとやっていきたいと思いますんでね、次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。